4月3日三が日も終了ですね。ゆったり過ごしています。私は明日から仕事、あ、そうなんだ。4日ですかね。4日から仕事のこと多いのかな。そうなんだ。三が日なんですね。でも私今日ラーメンを食べに行ったんですけど、やっぱご飯屋さんはやっぱり早いですね、始まるの。私は今日、そう、ラーメン始め今日でした。ラーメン一杯ですよ。さすがにちょっと替え玉はできない。いや、そうなんです。そう、食欲は、ある。食欲はある。戦争、何なんだ。寸前まで出そうになる。
なんで？でも痒いなんか。気になる。全然大丈夫です。うん、そうだね。普通に体調もいい感じです。よく寝てるからね。うん。顔色いいですか？可愛かった。ありがとう。そう。睡眠と食事ですよ。睡眠と食事よき。ねえ。人間の大事なことなんだね。それができてないとやっぱり、ね、心身ともに良くはならん。あ、湯船も確かに。湯船もいいかも。湯船よきよ。
なんか今日お父やんがずっと肩が痛いって言うと、急に今日急に肩が痛いって言ってた。いい？何やったって。え、息量誰か飛ばしましたか？誰か飛ばしました？いると思いますか？誰か飛ばした？私じゃなくて、私じゃなくて間違えてお父やんに。間違えました。あー、そ、肩も見せてほしい。いや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 、本当に痛そうやって。違いますよ。肩たたき券あげたことないけど。でも確かにあげたことはあったかもしれない。どっかに潜んでるかな。ね、てかそれをそれを持っとかんとせんのもおもろいけどね。それないとせんのかいって。それがないとしません。そのためのそのための剣です。髪型変わりました。変わりましたか？買いました。ちょっと一緒ね。そう、今日ちょっと伸びたなと思った。なんだっけ、なんかご飯食べる時とかに結べるようになった。今日は外跳ねしてない。シュッてした。ツインテールできるかな。もうちょっと伸びたらできるかも。そう、シュッてした。ね、この長さになるとどうなるでしょうか。幼くなります。
それはそれで、したことないから、あの、新鮮。一度はや、ね、いつかのタイミングで周りの目は気にせずに。あ、待って、雷。最悪だ。最悪だ。イヤホンしようかな。そのためにみたいな、そのためにやだ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 あんま見ない気がするけど、まあいいか。ノイキャンのやつにするか。ちょっと待ってください。ノイキャン探してくよ。ああね。シュノーケル取ってくる。シュノーケル？声大きくなった。すごいね。いいのか悪いのかわかんない。私の方が音量下げたらいいんか。音量下げバージョンわかんないけど。じゃあ調整お願いします。音量わかんない、こっちで探れるんかもわからんけど。音量マックスだったらちょっと耳が痛くならん。そうなんか。じゃあさらに私、声ちっちゃくして話してもいいんだ。
ちょっと嬉しいかも。極力、極力、声を、ほんと、大きくした、しないという。結構嬉しい。いつも人に話して絶対に聞き返される 声量で。聞き、なんだろう、こんなちっちゃい声で話してもあまり聞き返されずに会話できる人もいるけどね。すごいなと。耳がいいのかな。うん。逆に、あ、今の聞こえたんだってびっくりする。耳良すぎよ。そう思ったら私は、あんまり。耳はいいけど、どうなんだ。聞き間違いが多いかも。そうそう。聞き間違いちょっといいか。え、でも多分、おもろい方だと思う。面白く聞き間違いしちゃう。耳は、いいと思うよ。でも、なんか、クスクス話は聞こえん。クスクス話、聞こえる人もおるやん。私聞こえんのよね。
確かに聞こえない方がいいかも、それは。じゃあ私は結構幸せに生きてるかもしれない。いっか。よかったです。目もなぁ、目良くないんですよね。そうなんです。でも今なんかもうコンタクトをさ、もう、なんだろう。目に装着できるやつ。埋め込む。いや、レーシック。じゃなくて、あれか、アイシール。それはね、気になってるんだよね。怖い。そう、タイミング。気になるな。そう、レーシックはね、なんかこう、傷を入れてみたいにして。シールは埋め込むだけ。おもろい。レーシック歴20年だけど、ICA おすすめ。待って、20年前からあったの。20年前からあった。ああ、そうなんだ。ICL の方がいいんだ。のがいいっていうか、まあ、一つのあれだよね。私は最近できた、科学的なものかと思って。レーシックした人もまた視力落ちた。
視力落ちるんや。ICL もじゃあ視力はまあ落ちるっちゃ落ちるか。まあそりゃそっか。こう、画面、ゲームとかパソコンとかしとったら落ちるよね。ICL は入れ替えれば OK。でも、ICL は、1週間ぐらい、メガネなんだよね。そしたら、1週間配信できないな。配信できなくなっちゃうからな。いや、だってメガネ おもろ。おもろすぎる。そう、専用のメガネ。専用のメガネがある。多分。なんか多分そう、あって、それはめちゃくちゃわからんけど、目がめっちゃちっちゃく見えるメガネかもしれん。どうするよ。どうするよ。1週間。めちゃくちゃ目がちっちゃく見メガネ。1週間ずっと 耐えれるか？耐えれるか？どうなの？いや、この、今ここに、いつも見てくれとるファンの方は、分かっとるけん、ちょっと理解してくれとるかもしれんけど。初めて来た方はびっくりする。初めて見た方はびっくりする。え、そうなんや。いや、そうなんや。まだ配信は、まだしも。急にライブとか、公演とか、まあ、急にそんな追加になることはないかもしれないけど、その、目が極限まで ちっちゃく見える、メガネをして、公演したらどうなるの？私はすぐ飛んでくよ、そのメガネが。飛んでくよ。そう。紐とか、なんかで止めとかんと。確かに。飛んでったらまあいいけど、いい。そうね。本当の目のサイズ
本当の目のサイズは確かにこっちですってわかるけど、見えんくなる。そうね、目が3ではない。メガネ取って目が3ではない。って考え出したらどうするって。やってみたいけどね。やってみたいけど。だね、早い方がいいらしいね。ちょうど1週間も。何もない時あるのかな。眼科の先生、メガネ選んでる。眼科の先生、何？メガネしてるっけ？ああ、そうなんだ。画像あるの。おもろいな。気になってるんですよね。ね、制限とかありそう。
キンライス。あ、お腹空いてきた。やっぱ夜中はお腹空くよね。眩しさに敏感になる人がいるらしい。じゃあやばくない？ 私、ライトをめちゃくちゃ浴びる活動をしています。最初はそうなのかな。いや、そうなんですよ、私。ライトをめちゃくちゃ浴びています。助かっています。でもこんなに寝る前はお腹空いてるけど、寝て起きたらそんなにお腹空いてない。結局何なんだろう。結局ね。やっぱあれなんだよ。そう。夜中だけお腹がすく作用がなんか人間には。あるんだろうね。実はそんなにお腹空いてないのに、なんか食べようとする。そうなんです。何かが分泌されているんです。脳内から。確かに。みかん食べようかな。みかん食べてない。ちょうどいい。ちょうどいいし。栄養もある。
どっち？いいよね。3個食べた。1日に3個も。3個。手が黄色くなるよ。風邪も治る。え、すご。私は、なんだっけ？みかんの皮は取らん。あ、皮じゃないか。なんだっけ。皮は取る。皮は取るけど。繊維。そうそうそう。が、取らん。そうよ。栄養があるに。取ってしまってはね。みかんもね。あれ？あ、びっくりした。バンされたかと思った、また。あれ？ あれ？大丈夫か？戻った。声は？大丈夫ですか？よかった。ね、なんだろああ、え、こんばんは。雷鳴ってるのか
わかんないからな。ね、私も全然聞こえないんだよ。鳴ってるのかもしれない。私、雷怖いんですよ。真面目に怖いから。バカにしないでね。そう。なんでだろうね。やっぱちょっと、いや、なんだろう。ちょっとやっぱり危険を感じるのかな。雷が自分に落ちる可能性ってなんだっけ？宝くじに当たるよりも低いみたいな。いやでも怖いよね。かと言って。ねなんか歩いてる道が自分だけとかでも怖いし、あね、車の中安全なんだよ。車の中と家の中と、いやそうなんよ。なんか高いところに落ちるっていうじゃん。木とか。まあ確かに木より傘をさした私の方が低いけど。でもさ、わかんないもんね。傘も似てるやん、ちょっと木に。ちょっと似てるよ。怖いよ。大丈夫。よいしょ。そうね、だから家の中にいると安全だけどね。音も怖い。
れ本当にどっかには落ちてるんでしょ。あの音って。ねえ、どっかに落ちてる。そうなんだ。ねえ。そう、光って、その音の、なんだっけ？大きさ？あ、違う、速さだ。速さで、なんか、近くにあるかわかる。あれもすごいね。うん、光ってすぐ音鳴ったら近くだってなる。よし。光って音鳴って10秒後とか20秒後になったら、いや、そんな遠くかいとなるけど。逆に、逆に、いや、そんな遠くかいってなる。逆に、逆にそういう時は、そうだね。私の中のツッコミ担当が、ツッコまずにはいられない。え、今なんか光った？言って。10秒後、20秒後ぐらい。トーンって。いやいやいや。いやいやいや、そんなに遠くなんかい。それはいいんですけどね。それは。あ、もうありますね。確かにね。どのぐらい離れてるのか。ありがとうございました。1秒で340メートル。340。配信ありがとう、ツー。うずしおさん、神戸のひっきーさん、たけしさん、よしゾンビさん、フジポンさん、犬ちゃん、キャピーさん、つりけんさん、こっぺさん、ライセンさん、かたむつりさん、キャマグンさん、みつるんさん、オーサムさん、ヨシトさん、F 渋谷さん、ナナウさん、セイヤンさん、台湾のコウさん、ホタテ様、キュウさん、鳥取太郎さん、キツネさん、エンオウさん、コブヤキさん、ヒヤキラさん、マサさん、
ロックオンさん、ビーツさん、YDO さん、ゆうきさん、さとけんさん、ミッドナイトシュガーさん、しんじさん、ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。あ、そうだ。みかん。みかん食べる。でも、目の前にお菓子がある。お菓子も気になる。私も気になる。チョコか。ポテチか。そうだね。一回みかん食べてから考えるわ。ビタミン摂取して。なんかね、福岡ね、私の好きなポテチをさ、ピンポイントでさ、安くしてんの。あれ、なんなんだろう。ん？ダッチさん。ダッチさん、ありがとうございます。びっくり。さん、ありがとう。ポテチ4周年。買おうか迷ったけど、この前広島で買ってストックした。だいぶ違うよ。40円か50円ぐらい違う。すごくない？これは福岡でストックするべき。ストックするべき。ね。バイバイ。バイバイ。